こんばんは、大好きです。あの、今日の動画は非常に緩い感じで話そうと思ってるんですけど、まあタイトルはちょっと衝撃的かもしれないですけど、そうですね。私ははい、65歳の8月31日に死ぬっていうふうに書いてますけど、<laughs> これ、勘違いしないでくださいね。自分で自分の命を終わらせるってことは、まあないっすね。 うん、私はね、そういった意味では、そういうこととは無縁な人間だと思うんですよね。うん。それは、だから、いい部分だと思いますよ。あの、普通の人だったら、一般的になんか気にしちゃうこととかも、もうなんかもう忘れちゃうんですよ。嫌なことだったらすぐ忘れるんです。自分が悪いことだったとしても、自分発信の自,己自業自得のことだったとしても、嫌なことって、もう忘れることができるタイプなんで、 いつまでも引きずるっていうことは、まあ、ないですね。で、何よりも何回も過去に話してますけど、私死ぬことが一番怖いことなんで、この世の中で。はい。なので、それを自分からやるってことないんですよね。じゃあなんでこんなこと変えてんのかっていうと、これあれなんですよ。こう思っといて生活しとけば、この65歳の8月31日を迎えたとき、そこからもう、 パラダイスですよ。表現がなんか古臭いですかパラダイスって。もう65歳の8月31日以降は、もうおまけの人生なわけですよ。もうそこまで、そ、もうこ、この、この日に死ぬって分かってたら、いろいろ頑張れると思うんですよね。だからもう自分が死ぬ日を決めといて、そこまでもうすごい頑張ろうかなと思って。はい。そういった意味でこういう、はい。 過激なことをね、ちょっとね、自分の中で言ってみました。だ人間、正直、いつ死ぬか分かんないじゃないですか。もしかしたら、こうやって指定してても、これより前に死ぬ感想もありますからね。うん。すごい臭い話になりますけどね、これ。死ん、自分が死,ん死ぬって分かった時に、後悔したくないですよね。 そのためにやっぱりいろいろやっときたいわけですよ。65歳って言ったらね、もう今からね、20年以上先ですよ。うん。だから20年以上先ってことは、そうですね。あの、一応、売っちゃいましたけど、半分ぐらい売っちゃいましたけど、まだ続ける予定である積立さ、積み立て NISA。積み立て NISA って20年なんですよ、縛りが。で、その間に、一回も引き出さずにずっと積み立てていけば、普通に、 年間40万積み立てたら20年で8、800万じゃないですか。だけど、積み立て人生の場合は、まあ大体上がるんで、1000万以上は貯まると言われてるんですよ。なので65歳の時には、もう1000万以上貯金があるはずなんですよ。ずっと積み立てることができればね。それをまず目標の一つとして持っといて。で、あともう直近ではですね、二つ、ちょっと、挑戦したいことがあって、まあ一個は言えますね。 一個はもうね、もういい加減ちょっと挑戦しようかなと思って、週刊少年ジャンプに漫画を送ります。はい。あのー、ネーム、セリフ、ネームのね、絵のないセリフ、セリフだけはもうできました。はい。あとはネーム書いて、で、あとは絵をどんだけ凝るかですね。うん絵はね、凝り出すとね、それ1年2年かかりますけど、まあそうですね、1年以内には仕上げて送りたいと思います。 はい。どの賞に送るかはねそう、タイミングにもよるんですけどね。だページ枚数とかも決まってる賞とかもあるんで、もう1年以内に週刊少年ジャンプに賞を送ります。はい。あれもちょっとツバが出ましたね。<laughs> それだけ熱いってことですよ。これカットしませんよ。ツバ出た瞬間ね。ちょっとカットした方がいいかな。来たね。そんな感じでね、自分のが死ぬ時期をもう決めとけば、人は頑張れるんじゃないかっていう、 ことでね。こうやってやってみたんですけどね。どうですか皆さん自分がいつ頃死ぬかって予想できないですよね。下手したらもう今年死ぬ可能性もあるんですよ。皆さん。あの、本当不謹慎な話ですけど。それはね、交通事故っていうのはいつどこで起こるかわかんないわけで。まあ私の視聴者の方、引きこもりの方がいたら、引きこもりの方はね、ずっと家にいるんで、交通事故っていうことはないでしょうけど、もしかしたら家に強盗が入ってきたり、 たまにある、ありますよね。あのヘリコプター、ヘリコプターが墜落して民家に突撃みたいな。こんなことありますから、いつどこにいてもいつ死ぬかわからないわけですよ。私はもう,こう65歳の8月31日に死ぬっていうふうに自分の式をですね、設定したい、したんですよ、もう。そしたら結構もう時間ねえなっていうことを気づきましてね。こうなると結構頑張れる気がしますね。まあでも、長らく私の 動画を見てる方は結構察してると思いますよ。この動画撮ってるだけ、撮ってる時だけにちょっと意気込んでるだけで、どうせお前頑張らねえだろうって思う方もいると思うんですよ。その通りの結果になるかどうか。まあ、これはこの先ね、この私のチャンネルを <laughs> 見ていただければいいかと思うんですけどね。ま、あ頑張りたい。65歳では死にたくないですね、正直。うん。でもなんか50代で、なんか、 死ぬ気も、死んじゃう気もするんですよね。なんか長生きはできない気がします、どっちにしろ。少なくとも、その、平均寿命まだいかないと思いますね、私は。男の平均寿命は85歳ぐらいでしたっけ女性が89歳ぐらいでしたよね、日本は。まあ、90歳は絶対いけないと思います。90歳は100%いけませんね。もう糖尿なんでね。糖尿病で90歳までいけるってことありえんのかなうん。まあ、健康体だったらね、90歳、100歳行きたいですけど。 きつい状態、うん、体のどっかがおかしい状態であんまり長生きしたいっていう気もないんで、ま80、うん。少なくとも75歳ぐらいまで行きたいんですけどね。うん。だけどまぁ65歳と設定させていただきました。こうなれば、これも設定することでね、いろいろ頑張れると思うんですよね。うん、65歳の8月31日に死ぬっつってね。これ本当に、マジでこの時期に死んだら嫌ですね。<laughs> 笑えないですよ、ねうん、まあ自分で自分を、うん、死なすことはないっていうのはもう確定していますけど、うん、絶対無理です怖いですからね死ぬある意味あいああって自分の命を、うん、自分で落とす人はすごいっすねちょっと半端じゃない精神ですよねちょっとやっぱ精神的に病んでる可能性もありますねそういう人はやっぱりなのでねこの65歳 だからまあ目標ですよ、ね。65歳の8月31日までに、もういろいろやりたいことやろうやっていう、自分の今しめのための、これ、日付ですよね。うん。ってこれ考えたら、私の母親と父親って私の30歳ぐらい上なんですよ。大体だいたい。私が65歳になった頃には、もう95歳ですよ。95歳ぐらいになってるわけですよ。90代はもうと確実突破してます。90何歳ですよ、親が。 申し訳ないですけど、どっちかはなくなってんのかなあ、でも両方生きててほしいですね。で、この65歳っていうのは何がいいかっていうと、もう親が90歳じゃないですか。だから、最悪私がこの65歳死んでも、親は、この親不幸者がとは思わないですよね。いや、あんたらが生き過ぎてんだよっていう話ですから。だからね、これは、いい設定です。65歳。早いですよ。早いですけど、そこまで親不幸でもない年齢だと思います。親より先に死んでも。 うん。死にたくないですけどね。あということで、65歳までに頑張りますよ、いろいろ。もう YouTube、もう65歳になった時も絶対やります。それはもう間違いなくやってます。チャンネル消すということはないですね。うん。いろいろだからやりたいこと、やり、やりたいこと湧いてきましたね。うん。もう諦めかけてた、ちょっと結婚とかも、結婚ももしかしたら頑張りばできんのかなとか思っちゃいましたよね。 いやよく考えたら結婚って、その、子供を作りたいパターンと子供いらないパターンってあるじゃないですか。で、私は子供いらないパターンを選択したら、意外と結婚できんじゃねえかなと思いましたね。いや、子供いるパターンだったら結婚は結構難しいと思うんですよ。あの、やっぱり相手の年齢がある程度若くないと厳しいじゃないですか、子供って。私同世代で子供を産むってなったら、女性の方は結構な負担なんで、そうなると10歳下とかになるわけですよね。 30、三十代半ばの人が私と結婚したいかっていうと、今の時点の私は絶対結婚対象にならないわけですよ <laughs>。それも分かってるんですけど、子供いらないってなったら、別にもう70,80の人を狙ってもいいわけですよ。狙うっていう言い方すごい下品ですけどね。こうなると結婚別にできるんじゃないですか。面白がってくれるおばあちゃんとかいそうじゃないですか。個人的にはね、母親より年上はちょっときついっすね <laughs>。 はい。だから60代後半ぐらいまでですからね。うん。下はまあ法律に触れない範囲で。はい,いや。そう考えると幅広くなりますね。うん。まあ、アホなこと言ってますけどね。お察しの通り、ちょっと酔ってますけど。はい。そんな感じで、65歳までに自分のやりたいことをやり尽くそうという計画をね、壮大な計画を立てましたよ。はい。 なので皆さん、お付き合いください。もうその頃には、もう、私のあのね、チャンネルの視聴者さんって、私と同世代が多いんですよ。だ共に生きていきましょうよ。皆さんね、65歳。ね今30歳の人も、20年後には50歳ですからね。もういい年齢ですよ。平均寿命を考えたらもう人生半ば以上に経ってますからね。仮に10代の視聴者がいても、もう30代ですからね、20年後は。 いやはい。そんな感じでね。見てください、このボッさボサでね。一個前に出した動画と同じ服ですよね。そうなんですよ。休みの日って私ね、風呂入んないですね。特に外行く予定ないときは。風呂入んないで。はい。だから、ちょっと汗臭いですけど。もうゆるゆるな感じでね。 こうやって自分がいつ死ぬかっていうのを設定するとね結構頑張れる気がしますねなのでも,もう一回おさらいするとまあだから「週刊少年ジャンプ」に漫画を送りますはい1年以内に1年以内に必ず送りますで送った後にでその送った賞が賞が結果出るわけじゃないですかジャンプでで乗っても乗らなくても発表しますよこういう賞に応募しましたっつって で、これないと思いますけど、送んなかった場合も、実は1年以内に送るって言ってたんですけど、送りませんでした、つって。それは正直に話しますんで。まあ、送らないっていう選択肢はないですね。今すごいやる気になってるんで。もうセリフは書いてるんでね。あとはもうネーム書いて、作画ですね。作画さすがに1年かかんないでしょ。うん。大丈夫と思うんですよ。早ければ今年中にね、発表したいですよね。 送りましたつって。で、何にも賞を取れなかったら、笑ってくださいよ。そこはもうまた挑戦するだけですから。もう65歳までには、何かしら賞を取りますよ。うん。あくまで、週刊少年ジャンプにこだわりたいんですよね。私が一番影響を受けた、漫画雑誌なんで。うん。そこで賞を取れたらね、すげえ嬉しいですよね。 まあそんな感じで。はい。よろしくお願いします。あとですね、あの、この前、あの、ライバルに勝手に隠蔽させていただいたザストさんとタツヤさんから反応がありましてね。まあタツヤさんはコメントを何個もいただきまして、で、DM までいただきましてね。で、なんかツイッターにも投稿してましたね。<laughs> で、ザストさんにたってはですね、あの、アンサー動画っつってね、 動画にしてくださいましたよ <laughs>。その動画に関してはちょっと概要欄に貼っときますね。ザストさんありがとうございました。私ごときの、はい、動画に反応していただいて、すいません。あの、ザストさんね、あくまでね、一人でコンビニのバイトをやって、なていうんですかね、自分のペースで YouTube やってる方なんで、あんまり私のね、そのなんか、この鬱陶しいノリノリの感じに巻き込みたくななかったんですけどね。 ちょっとあの強、強制的ではないんですけど、動画出していただいてね、ありがとうございました。うん、あくまでマイペースで、はい、楽しみましょう、ええ。無理やりコラボ依頼とかしませんので、はい。あ、でもね、スイッチ買った時はお知らせください。ぜひ、桃鉄をね、対戦したいですね。そういうコラボはやりたいですけどね。はい。そんな感じで、いろいろやりたいことがね、増えますね。あ、この日に死ぬんだと思うとね、もういつ死ぬかわかんないけど、だらだら過ごしちゃうっしょ。 皆さんも自分のね、指揮をね、指定して頑張るのはいいんじゃないでしょうか。最後、謎の上から目線で終わります。はい、ありがとうございました。